スウェーデン国鉄 X9 軽電車は、スウェーデン国鉄でかつて使用されていた、急行用電車である。急行電車用として、X20 軽電車をベースに1959年から1963年にかけて4両編成11本が、ヒルディング・カールソン社にて製造された。 前面のデザインは大型2枚窓を配置して、傾斜をつけたタイプで、日本の湘南型スタイルと言われているのとよく似ている。側面はコルゲートを採用している。塗装は、大胆に赤みの強いオレンジ色を採用。その見た目からパプリカと具の相性で親しまれていた。伝送品は、汗や製を採用している。主電動機は 340kW のものを採用した。 両先頭車が電動車となっており、いずれの車両も、車軸配置は 1AA1、すなわち、編成全体では4軸を駆動し、出力は344イコール 1360kW となっている。各車両についている記号は、以下の通り主に、スウェーデン南部で運用されていた。1999年を最後に、定期運用からは離脱している。 2編成が保存されており、うち1編成は鉄道博物館での保存である。ありがとうございます。